皆さんこんにちは。今日は私がハワイにいる時に1日食べているものを載せていきたいと思います。まず朝起きたら一番に私はコーヒーを作ります。最近はずっとデカフェのコーヒーを飲んでいます。なんでデカフェなのかというと、私はもともとコーヒーが大好きなんですけど、カフェインがあまり体に合ってないみたいで、コーヒーを飲んだ後に胃がムカムカしてしまったりすることが多くなったので、最近はずっとデカフェのコーヒーを選んでいます。デカフェのコーヒーを頼むと普通のコーヒーよりも味が薄いことが結構多いんですけど、スタバのコーヒーはデカフェでも全然普通のコーヒーとほぼ味が変わらなくて、しっかりとしたコーヒーを味わえるので、私は大好きでスタバのデカフェを結構よく飲んでいます。コーヒーを作っている間に一緒に朝ごはんも作っていきます。この日はパンを焼きます。私はバターが大好きなので、このバターを使ってスクランブルエッグを作っていきます。ちなみにこの卵は私の住んでいるオーガニックファームで飼っている鶏さんたちからいただいた卵です。She knows I feel when I'm stuck in Sunday. Silver sunshine, won't you stay? My heart that is beat out of beat can only play on rainy days. So stay.私はスクランブルエッグにチーズを入れて食べるのが大好きなので、これはパルメザンチーズを使ってます。チーズを溶かすためにしばらく卵は置いておきます。その間にフルーツをカットしていきます。このフルーツも私の住んでるオーガニックファームで採れたパッションフルーツと、普通のバナナよりこれは少し小さいアップルバナナです。ハワイではこのパッションフルーツのことをリリコイと呼んでいて、結構スムージーとかアサイーボウルに入っていることが多いです。You've got secrets, I've got mine. I've got songs and you found love. Set out for the road I knew. If I meant to leave, staying true to you. Settled over a second time. I had to chase that dog back home.
普段平日はここまで作る時間の余裕は朝ないんですけど、私は朝ごはんが一日の中でも一番好きな食べ物なので、朝は絶対に食べるようにしています。はい、朝ごはんを食べ終わってからお家のお掃除をしていました。で、今一段落ついたのでお昼ご飯を作ろうと思うんですけど、今日はとっても私の大好きなお蕎麦を作ろうと思ってます。ハワイのスーパーでも日本食のコーナーがあるので、お蕎麦とかおうどんとか日本の調味料とかは、私は日本食が大好きなのでいつも調達しています。たまたまこの前に炊き込みご飯をするために買って置いてあった干し椎茸をちょっとお蕎麦に入れようと思います。これが私が最近ハマって飲んでいるスムージーです。このネイキッドっていうブランドのスムージーなんですけど、スーパーとかに結構どこでも売っていて、いろいろ種類があって、これは初めて挑戦したウォーターメロンパッションフルーツのスムージーで、結構水っぽいんですけど、プロテインが入ってるやつとかもあって、プロテインが入ってるのはどちらかもちょっとドロッとしたものが多かったりします。このお腹、小腹が減った時に結構これ1本でお腹いっぱいになるので、これを1日今1本ぐらいは飲んでいます。午後は勉強をしようと思って海辺にやってきました。ここは私の近所にあるアーミービーチという海で、私の住んでるオアフ島の西海岸でも波があんまり大きくなくって、サーフィンのビギナーの人とか子供連れの人とかがよく来ている海で、私は大好きなお気に入りの海です。私はココナッツウォーターが大好きなので、この時は海に行く前にココナッツウォーターを買ってきました。彼の仕事が終わって海まで迎えに来てくれたので、一緒にスーパーに行って日用品を買って帰りました。この日は土曜日だったので週末のご褒美ということで、クッキー&クリームのアイスを食後に食べました。私の一日のハワイでのご飯はだいたいこんな感じです。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。またね。